ある日、あなたが初めて訪れた町で巨大地震に遭遇したら、あなたはどう感じ、何を考え、そしてどう行動するだろうか。もちろん冷静に振る舞うだろう。怖くて一歩も進めないかもしれないな。人と助け合って生き延びたい。自分の大切な人を何が何でも守ろうとするだろう。一人でも多くの人を助けるのに全力を尽くすつもりだ。どんな時でも自分自身を大切にしたい。人生を変える機会と捉えたい。そんなのやってみないとわからないよ。すべこべ言わずに早く始めてほしい。僕は僕はこんな顔をして、そしてこんな髪型をしていた。ちょっと確認しました。昨日何のことなければすぐ帰れた。サボってじゃないの。ついてるよな。なんだこと言っちゃったんだ。その後またすぐ大事な仕事を今直します。これも違えた。どうしよう。あ、苦しいですよ。はい、ありがとうございます。僕はこのバスに乗って、就職面接を受けるためある企業へ向かっているんだ。次は水田公園前。水田公園前、合流になる方は次で降りなきゃ。地震？強い揺れだって。大きな揺れだぞ。僕はもう一度考えることにした。もし巨大地震にあったら、しかも初めて訪れた町で巨大地震にあったとしたら、僕は
人と助け合ってお互いが生き延びようとするだろう。大丈夫か？名前は言えるか？とにかく早くバスから離れろ。恐ろしかった。ここからは地震情報に全て切り替えて放送してまいります。川瀬郡で強い揺れを感じました。翡翠市にあるスタジオでも強い揺れを感じました。身の安全を確保することを最優先にしてください。倒壊している建物には注意してください。上からの落下物に注意して。おーい！震度4が福崎県東部。
広島県西部、その他山形県南部でも震度3を観測しています。ここからは大きな地震でしたな。こんな時なのに落としてしまった弁当を見ている私は。そうですよ、大きな地震が起きてるのに。確かに、こんな時に私は公園でぼーっとしている。全く緊張感がない。こんな時になんですが、ちょっと座りませんか。実は会社でリストラが行われ、退職に応じなければならなくなりました。もう1ヶ月近くこの公園に通ってるんです。そんな彼の姿を見て僕は。こんな大きな地震が起きてるのに、のんきなやつだ。お見苦しいところを見せてしまいました。若い人には頑張ってもらいたい。私のようにならないように。
そこの兄ちゃん。何か用ですか？悪いな。人を探してる。この辺りで俺くらいの背丈の顔に怪我をしてる黒い T シャツの男を見かけなかった？それらしい男の人なら、さっきそっちへ走っていきましたよ。逃げ足の速いやつだ。生徒たち、どこに行ったの？このままじゃ、私、学校に戻れない。あの、すみません。この辺で青いベストの制服の女子生徒を見ませんでしたか？青いベスト？いえ、心当たりはありません。そうですか。私、この近くにある翡翠学院高校の教師で、比嘉と言います。授業を抜け出した生徒がこの辺りにいると聞いて呼びに来たんですけど、地震に遭ってしまって。怪我していなければいいけど、もし青いベストの制服の生徒の居場所が分かったら私に教えてください。わかりました。青いベストの生徒を見つけたら教えます。本当ですか？ありがとうございます。生徒は3人来ているはずです。申し訳ありませんが、お願いします。中の人は出てこられたのだろうか。
の専属デザイナーを探しに倉庫に行った時は確かに持ってたんだけど、鍵さん、どうします？買い物できそうにないですけど。そうね、どうしましょう。何よ、私たちに何か用？翡翠学院高校の生徒さん、先生が探していたよ。私たちの学校の？エリさん、あいつじゃない？ほら、今年入ったばっかりの女の先生。ああ、比嘉先生ね。私たちを心配してくださっているのかしらね。どうします？ずっとここにいてもしょうがないけど。そうですわね。わかりましたわ。知らせてくれてありがとうございました。そうですか。無事でよかったです。でも私のこと信用していないんでしょうかね。憧れの先生になれたのはいいんですけど、生徒とどう接すればいいのかわからなくて。私は一生懸命生徒のためを思っているつもりなんですけど、この仕事向いていないのかな。ごめんなさい、初対面の人にこんな愚痴を聞かせてしまって。いえ、僕でよければまた相談に乗りますよ。ありがとうございます。さっき見つけたのは二人って言いましたよね。もう一人生徒がいるはずなんです。探さないと。